皆さんこんにちは、大堀123でございます。さあ今回もですね、アコギのすすめということで始めてまいりたいと思います。第352回目ということでね、やっていきたいと思いますが、ここ4、5本の動画はね、先日手に入れました高峰のシングルヘッドモデル 506DBS というものについてね、いろんな魅力を皆さんにお伝えしているわけなんですが、さあ、まあ、今回もね、このギターの魅力っていうものをですね、ある場所にスポットを当てて、自分なりにお伝えできればいいんじゃないかというふうに思いますが、今回ね、スポットを当てる部分はですね、この部分なんです。目を引くようなシングルヘッドからなるネックですね。この506というシリーズっていうのは2004年以来ずっとことあるごとに出ているわけなんですけれど、印象的なヘッドストックの形、6連ペグですね。そしてまたネックの形状っていうものはおそらくほとんど変わってないんじゃないかというふうにも思うんですけど、この機種にしかない特有のネックのプロファイルがあるような印象を受けるんですよ。同じく高峰のエレアコを代表する DMP861C でございますけれども、これがまあいわゆる高峰のレギュラーのソリッドヘッドということになるんですけれども、ナット幅は 42mm という高峰特有の幅なんですけども、細身になっているってことはあるんですけど、ただね、この部分っていうのはどちらかというとこう厚みがあるっていう印象が強くてですね、僕の指の長さだとグリップ系のコードっていうのは非常にその抑えやすいものになってるし、ローポジもハイポジも程よく弾きやすいっていうのはあるんですけどね、アコギのヘッドストックらしくですね、ナットからヘッドのところまでかけてね、弦には角度がつけられて貼られているということにもなってるし、これはちょっとネックとは話が違うんですけど、このようにブリッジピンが打ってあって、このブリッジピンの下にはもちろん弦のエンドボールがあるわけだから、ある程度の角度がこう強くつけられた状態になっていると。アコギらしいっちゃアコギらしいんだけども、ある程度のテンション感っていうのはあるということなんですよね。それでもまあ弾きやすくなってるということがあるんで、まあさすが高峰だなというふうには思うところもあるんですが、このね、まあ、シングルヘッド、先ほど言いましたように既存の高峰のエレアコのネックのシェイプとはちょっと違うという印象があるわけですよ。ローコードをパッと押さえてみたり、まあ、ハイコードっていうのを押さえてみたりするっていうのはあると思うんですけれど、特にまあローコードが一番わかりやすいと思うんだけど、 C でも G でも D でも何でもいいと思うんだけども、ローコード何気なくバンと押さえた時に結構スッとくるのね。通常の高峰のネックもすんなりいくんですけど、これもね、まあ、それ以上というか結構すんなりくるんですよ。というのもね、全体的になんだけど既存の高峰のネックの厚さよりも少し薄めっていう印象がありますよ。高峰の特有の 42mm のナット幅っていうのは変わらないんです。変わらないんですけど、ローでもハイでもしっくりくるような印象があるんですよ。アコギだったら普通ハイとローの感じっていうのは違うなっていう部分があるんで、506のシングルヘッドに関しては違和感ってものはないわけよね。さらに言うと、厚みがナットの方向に行けば行くほどなんかスリムになっていくというような感じがあるような気がする。ローコードの抑えやすさっていうのはもう本当にその格別なものがありますし、グリップ系のコードなんてもすごく抑えやすかったりするんですよ。 F っていうのはこのように、まあ、正反で抑えるっていうのをスタートですけど、やっぱ慣れてくるとね、グリップ系で押さえていくっていうこともね、出てくるっていうのもあるんですね。こう親指を深く押さえることができるんですよ。4弦と3弦の間ぐらいまでいけるんですよ。これもね、なかなか魅力なんですよ。まあこれはあのいわゆる第2弾目の2009年に発売された、DMP506SP なんですけど、最新のシングルヘッドとそこまでこうシェイプ変わんないんですよ。僕も最初ね、このシングルヘッドを手にした時に握り込みの F がここまでできるのかっていうところがすごく驚きだったわけですよ。 F の握りがここまでできるのかっていうのがものすごく衝撃的だったっていうのを今でも本当忘れない。こう最新のものにもスピリッツが受け継がれてるんだなってことがすごくあの分かるんですよね。もうちょっと付け加えたことを言うとですね、このシングルヘッドというヘッドストックっていうことがあって、レギュラーの高峰のエレアコのヘッドと比べれば、ヘッドの形が違うのはもちろんなんですけど、弦がまっすぐに貼られてある。ストリングリテーナーはついてますけれども、まあ、そこまで角度はつけられてない状態で貼られてるんで、テンションもきつくないことになってるし、ネックのプロファイルとは全く関係はありませんが、このようにスルーブリッジの構造になってます。弦のエンドボールが丸見えという状態、ピンレスタイプでね、その弦テンションの緩和にこう繋がってるということだそうですよね。でそういうこともあって弦のテンション感はほとんど変わらない。やっぱりアコギってね、ハイポジに行くとなかなか抑えにくくなる。でやっぱローコードっていうものが主体になってしまうという部分はありますけど、気分が高揚してきて、ハイなんか抑えてやろうかっていう時でも全然こういけますからね。これはなかなか魅力。こんなこともできちゃうんだ。506にしかないネックのプロファイル
と現テンション感、この2つの要素が相まってとにかく弾きやすいということにはなってますよね。自然にコードをスッと押さえることができるっていうのは何よりの魅力なんじゃないかと思いますよ。どうしてもこのシングルヘッドっていうのはすごくこの見た目のこうアグレッシブさやかっこよさっていうものに目が行きがちなんですけど、実はいかに実用性があるかということと、何そのプレイスタイルに影響を及ぼすかっていうところがあるっていうのですね、すごく僕自身は実感しているし、それをお伝えした次第なんですけれどもということなんですね。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ということでまた次回の動画でお会いしたいと思います。大堀123でした。それではさよなら。いいですね。